電気パンとは、ジュール加熱製法を用い、電気パンや機器で、パン種に直接電流を流すことで出るジュール熱を、用いて作られる、パンのことである。手作りも可能な簡素な構造の、電気パンや機器がパン種を熱して焼き上がる。調理の方法と、原理からすれば蒸しパンの仲間だが、本校では、便宜上、焼くという表現を使う。 出来立ての電気パン水分と食塩などの電解質を含んだ小麦粉などによるパン種に直接電流を通すことでジュール熱が発生する。そのまま電流を流し続けるとやがて水分が蒸発により減少していくとともに電気抵抗が大きくなりある段階で電流が流れなくなる。完全に電流が流れなくなった頃には加熱により材料に含まれるデンプンが アルファ化し、食べられるようになる。パン自身が、焼き上がって、食べやすい状態になったら、自動的に電気を流さなくなるという原理となっている。材料に含まれる食塩などの電解質の量や、電極間の距離で焼き具合や味に変化がある。一般的なオーブンや、ホームベーカリーのように、釜など、発熱体の熱を、パン種の周囲に伝えて加熱していく方式ではなく、 パン種自体の発熱により焼き上がるので、エネルギー効率が良いという利点がある。ソニーの創設者であるイブカ王が、1945年、前身の東京通信研究所時代に開発した、電気炊飯器もこの原理を利用したものであった。しかし市販はされず、ソニーのサイトでは、失敗作、第1号となった記念すべき商品、として紹介されている。 北森雄は、記憶に刻まれた戦後終戦直後の三つの発明として、大王刀、タバコ巻き機と共に、勘弁パンや機器を挙げ、これこそ、大発明と呼ぶべきものと表現しており、電気療法の器具に電気が流れなかったエピソードと、絡め、電解質である、塩を加えるところが味噌であると続けている。岩木正夫は、一生瓶の米付き機、タバコ巻き機と共に、 電気パン焼きを廃線直後の三種の神器とし、木の箱と、ブリキ板だけででき、パン種自体が熱を発して出来上がることを、江戸東京博物館の学芸員に説明したと、記している。第二次世界大戦後の数年間、廃給の食用庫を用いて、電気パン焼き器でパンを作ることが普及、流行した。諸説あるが、数年間でほとんど、姿を消したとされている。 終戦後の食糧難の状況下においては、小麦粉だけでなく、配給によって得られる、前述の食用粉もパン種に用いられた。1945年には、小麦粉、芋類、大豆、高橋、トウモロコシの混合物資の割合が増え、さらに芋る、芋鶴、桑の葉、よもぎどんぐり、かぼちゃの鶴、木材くずなどを材料とする粉食という記述もあり、 雑食総動員計画が立てられている。このような食料事情が、いかに手に入るものを工夫をして食べるかを人々に考えさせ、粉を水で練って、汁と共に煮る水糖や電気パンなどが登場した背景になった。北森夫は小さく切った、さつまいもも一緒に入れて焼いたと記しており、口述の1946年の議会食堂での中毒事件では、 どんぐりこいもずなどで作られたダイオりキリ餅を一両日乾燥させ、粉化し、簡易電気製パン機で蒸しパンに作ったとあり、電気パンのパン種に混ぜられるものは多岐にわたっていた。他に、パン種として、ラーメンを用い、工程において二度発酵させる手順を含めた、電流パンを作る容量が記載された文献もある。ベーキングパウダーのメーカーである、愛国は、 同社のベーキングパウダーが電気パンに使用され、軍需物資に指定されたとサイト上に記している。ふくらしこの代わりに重曹を入れてパンにするという資料もある。このほか、容易に用意できる材料と条件から食材としてではなく教育機関において実験の教材や説問として取り上げられることがある。三重大学からは電気パンに関する論文が2000年に 日本産業技術教育学会誌へ投稿され、2001年度の大学入試センター試験物理 IA では、電気パンが出題題材となった。1934年、阿久津昭蔵は、パンも焼け、炊飯もできる休養者を作れと命令を受け、電極式調理装置をトラックに実装した94、式水自自動車を試作する。阿久津昭蔵によって、 電極式製、パン法が発明されたと1935年に、日本陸軍両末商報告で報告されている。97式水自,自動車と命名され実用化した、給用車は300台装備された。阿ク津はこの原理が戦後に広く利用され、ソニーの松山の本社の陳列室に、ソニー社製の電流パンや機器が置いてあるのを見て、 森田明夫に自分の発明だと伝え驚かせた。森田はその時日本橋の白木屋の地下で売っていたと話したという。その後、通電により焼き上げる方法は1958年から名古屋市の三河電気製作所の指導によりパンコの大規模製造に導入され、オーブンで焼く賠償式と共に通電によに焼焼る電極式は広く採用されている。 粒状がよく見た目が白いパン粉は米国にも輸出され評判となり現在では冷凍食品向けに広く採用されている昭和館展示品外が付属している昭和館所蔵品配線用差し込み接続機は未だ普及しておらずセパラボディで電球用ソケットにつなぐ仕様蓋はない電気パンを作るための電気パンにき器は単純な構造でできていて 戦後の手作りのものも、理科などの実験に用いられるものも、基本構造は同じである。木材などで枠状の開いた箱を作り、その側板内側の対面する二つの面に、金属の板を貼る。金属の板にそれぞれ電極をつなげる。電極が剥き出しになっているため感電の危険が高く、自作する場合の注意や、そもそも自作しないように警告されている場合もある。 阿久津肖像蝶、パンの上手な作り方と食べ方では、断面が台形になっている。これは得られる電圧が低い場合は、電極板間距離を狭くできるよう、台形の短辺側を下にできるというものである。また、仕切りの役目をする中板を付け属し、パンの大きさを調節できるようになっている。構造上は、蓋は必要がない一方で、 東京都千代田区球団下の昭和館に2011年9月、現在展示されている手作りの電気パンや機器には、蓋が付属している。これは、熱効率を上げるもので、上面の焼け具合にも影響する。教育現場での手作り作業の場合、牛乳パックが使用される場合がある。また最もシンプルな形としては、パン紙を電極板で挟んだだけのものもある。 大きさは戦後の手作り品の場合、あり合わせの材料で製作するため、電極板として用いることができ、かつ入手が容易であった缶詰の高さが基準となっている。おおよその大きさは、長辺100から 150mm、短辺70から 80mm、深さ70から 8mm である。北海道開拓記念館に所蔵されている手作り品は、 電極板間距離を可変できるものであり、長辺 136mm 短辺 90mm、深さ 82mm である。これに対し名宝調律博物館の所蔵品は、長辺 132mm 短辺 77mm、深さ 40mm と少し浅い。電極板間の距離に関して、90mm を、 標準都市長単を含めた3種類の実験が行われている。距離が長いほど出来上がりに時間がかかり、食塩の味をより感じやすいとされている。1946年当時の資料では、長辺 150mm、短辺 80mm、深さ 80mm が適当であるとされている。食品衛生法の規定に基づき、厚生労働省が告示した、食品、 添加物等の規格基準第3の A の6には、次の規格が定められている。電流を直接食品に通ずる装置を有する器具の、電極は、鉄、アルミニウム、白金及び、チタン以外の金属を使用してはならない。ただし、食品を流れる電流が微量である場合にあっては、ステンレスを電極として使用することは差し支えない。 蒸気規格に合わない電気パンや機器の販売、販売のための製造、営業上の使用などは2020年現在、日本国内において禁じられている。蒸気規格に合わない電気パンや機器を手作りし、個人的にのみ使用することは禁じられてはいないが、事故の健康を害する可能性に注意する必要がある。電極板に用いられる金属は磨いた鉄板が望ましい。 ブリキ、ジュラルミン、真鍮銅などでは、有害物質が溶け出し、食中毒の恐れがある。実際に亜鉛引ヒキトタンを用いた、電極応用パンによる中毒事件が1946年6月に、東京都渋谷区で起きている。この新聞記事中では、警視庁衛生検査所の議官より、トタン製のものは、 紙やすりで表面の亜鉛を取り去ってから使ってもらいたいというコメントが記載されている。また、同年7月、議員傍聴人食堂でも腐敗した材料と亜鉛が原因で30名が食中毒を起こしている。電極にアルミ箔を用いた場合、アルミニウムが電気パンに溶出する問題がある。電極にステンレス鋼板を用いた場合、重金属のクロムが 電気パンに溶出することが確認されており、電極付近を食べないように注意する。全国パン国工業共同組合連の清水、安夫による2008年の論文では、電極板にチタンを使用した場合、パンの中にはチタンが検出されなかった、とある。電極板からの金属の溶出の問題を回避するため、板状に切断した。 便長炭を電気パンや機器の電極板として使用した報告もある。また感電などの事故の可能性も高いので、軍手などの手袋の使用を注意事項として挙げている場合がある。もともとは米を炊いたりパンを焼く器具として、前述のパンの上手な作り方と食べ方の著者であり、陸軍軍人でもあった悪久津昭蔵が発明したものである。 女子栄養大学が発行している月刊誌栄養と料理昭和21年5月号における食料管理局研究所の川口武豊の電極式製パン機によれば電極を使ってパンを焼くことは昭和10年頃から知られていたとあるまた A6 スはコラムの中で進撃俳優の本郷厚志が発明したとし本郷の発明が新聞に紹介されて どの家でも作るようになったとしている。市販品は戦前から使われていたと思われるベークライト製のものに言及している資料があり、早川電気工業も作っていたという資料がある。最初の商品化は東京通信工業であり、新道か和三菱電機名誉会長による団として、日本経済新聞、私の履歴書欄において三菱電機も、 作っていたという資料もある。石山理科工業株式会社から市販されていた電気パンや機器の付属資料画像が2011年10月現在昭和館の常設展示室6階調べてみようコーナーにて閲覧できる。1946年6月6日の読売新聞の広告欄には東京都板橋区の企業による粉飾時代に贈る クリーンヒットと銘打った単価28円のシンプル式パン焼きの広告が載っている。名古屋大学名誉教授である並木光雄は矢蓋貞次郎とのエピソードの中で電流パンと呼んでいる。中毒症状を引き起こした際の読売新聞の記事では電極応用パンあるいは大用パンとしている。この他上述した新聞広告では シンプル式パン焼きと記載され、同じく上述の石山理科工業株式会社から市販されていた電気パン焼き機の付属資料画像では、粉色利用機という製品名になっている。電気パンは、時間経過とともに、パン種の電気抵抗が大きくなることで加熱され、食料として適したものになる。この場合流れる電流は時間経過に伴い、減少するのみだと考えられるが、 ホットケーキミックスをパン種として使用した時など、澱粉の作用によっては、電流値は時間の経過とともに、二コブの曲線を描く場合がある。使用した材料によっては二コブを描かない場合もある。2001年度の大学入試センター試験の試験問題では、グラフでは、わずかに二コブが表現されている。ありがとうございます。